おはようございます。今日もですね、健康が守られてここに集い、共にね、賛美を持ってイエス様を礼拝できることを嬉しく思います。それではですね、最初に救い主の愛と、これ5番までありますね。この賛美を持ってイエス様を礼拝していきましょう。それでは主のお祈りを捧げていきましょう。3、はい、天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。アーメン。それではさらに3曲を持ってイエス様を賛美していきます。立ち上がれる方は立ち上がって、心からですね、主を賛美していきましょう。生きる限りですね、常しえに主を賛美していきたいと思います。生きる限り主
何にも変えがたい、何にも変えがたい、私主よ、他のものは求めません、あなたこそ私の助けです、いい顔見せてください、主を愛します、心を尽くしてあなたどうぞ、神の国がこのうちに下ります。主よ、この礼拝の中に神の国が現れます。どうぞ私たちの賛美を受け取ってください。私たちが聖霊に燃やされます。聖霊様、どうぞ今このところに下ってください。天の御国が現れます。心からの賛美を捧げます。ハレルヤ、主を褒めたたえます。ハレルヤと賛美します。ハレルヤと主を褒めたたえます。
私たちの愛する天の父なる神様、今日もハレルヤとあなたを賛美できたことをありがとうございます。今日もあなたに守られてこのところに集うことができました。イエス様の十字架と復活によりすべての罪が清められていること、そのあなたの犠牲を心から賛美し感謝します。まだコロナ禍がこの日本を覆い、また日本各地で自然災害による集中豪雨など、また世界を見渡せば紛争が続いており、ウクライナ問題も未だ終結を迎えておられません。それでも私たちはあなたを見上げます。あなたは全地の造り主である。今を全てを収めて守り導き、全てを益へと希望の計画へと導いてくださっていますから、心からありがとうございます。今から御言葉の時と入っていきます。どうぞ聖霊様、語れ私の心と唇と清めてください。そして聞く者の耳も清め、ここに神の御言葉、イエス様の御言葉が宣言されていきますよ。今日のこの礼拝を感謝し、イエス様のお名前によってこのお祈りを天のお父様にお捧げいたします。アーメン。それではお座りください。今日はパウロを助けた人物テモテというテーマでメッセージをします。今日はですね、使徒16章の1節から3節、最初ちょこっと、そして後半で第2テモテ1章ね、見ていきます。これ2箇所主に開いていくことになります。最初にね、使徒の働き16章をこう開いてみてください。しばらくの間ですね、使徒の働きから第1回伝道旅行、そして第2回伝道旅行、第3回伝道旅行ね、パウロの伝道旅行を続けてみてきました。その中でですね、本当にパウロは多くのですね苦難を乗り越えて、時には生死をさまよいましたけども、いくつもの教会を開拓してきました。そのことを考えますと、本当にパウロは強い信仰者だなと、力ある信仰者だなと思いました。このパウロの強さ、この力はどこから来ているのでしょうか。一つは劇的な改心です、イエス様の御声を聞いて、そして天からの光に打たれて劇的に改心していく、その劇的な改心、救いの体験がパウロの力。
またもう一つは聖霊のバプテスマ、聖霊の力を受けた、その力がパウロの力となった、強さとなっていた、まあ、けれどもパウロも私たちと同じ肉体を持つ弱き罪人の一人です。ですから一人ではこの伝道旅行を成し遂げることはできなかった。だから多くの同労者による助けがあったからこそ、まあ、パウロは心強く惜しく、まあ、この主の働きをすることができました。まあ、今日は開きませんけども、特に、ね、ローマ人への手紙の16章、まあ、ローマ人への手紙16章は、ね、パウロの最後の挨拶なんですけど、ここには、ね、もうずらーっと同労者の名前が、ね、もう次から次へと書かれています。まあ、最初はパウロは、ね、2人3人と伝道を始めていきましたけども、やがて多くの同労者が集まって、この多くの同労者がパウロを支えた、ね、本当にこう共に祈り、共に支え合い、共に助け合う同労者がいたからこそパウロは強く、ね、生きることができた。まあ、今日はそういう視点に立って、パウロの同労者の一人、このテモテ見ていきたいと思います。この緑の服を着ているのがパウロですね。そして黄色の服を着ているのが、まあ、若きテモテ、この同労者が与えられていきました。今日のポイントは2つ。1つ目は同労者テモテの存在です。この若き信仰者テモテは強みがいくつかありました。このテモテの強み、能力がこのパウロを助けていきます。まあ、そのところを見ていきたいと思います。16章の1節から3節ですね。はい、一緒に朗読しましょうかね。3、はい、それからパウロはデルベに、そしてリストラに行った。するとそこにテモテという弟子がいた。信者であるユダヤ人女性の子で、父親はギリシャ人であった。彼はリステラとイコニオンの兄弟たちの間で評判の良い人であった。パウロはこのテモテを連れて行きたかった。それでその地方にいるユダヤ人たちのために彼に割礼を受けさせた。彼の父親がギリシャ人であることを皆が知っていたからである。アーメン。ですね、テモ、ここはですね、使徒十六章を開いてるんですけども、これはね、パウロが第1回第2回第3回伝道旅行行きましたね。これ第2回伝道旅行のところです。少しややこしいですけどね、まあ、第2回目なんですね。メッセージしたけど覚えてますかね。第1回伝道旅行の時にパウロはね、ディステラという町に来ました。でここで非常に大きな迫害を受けて、ね、町の外に引きずり出されて、石打ちの刑にされて聖書をさまよった、はい、ディステラの町です。で第2回伝道旅行でもう一度そこに行きました。本当に迫害の多い町でありましたけども、ね、ちゃんと御言葉は奪っていた。クリスチャンが生まれて教会が誕生していたんですね。そこにテモテという若き弟子がいました。パウロがテモテを見るとこうですね、素晴らしいものを感じたんですね。でパウロはですね、このテモテをですね、伝道旅行にね、パウロはこのテモテを伝道旅行、まあこれ第2回伝道旅行の途中ですけどね、連れてきたかった。どうしてもこのテモテを連れて行きたい。この時パウロはシラスと二人で伝道旅行を今来てます。もう一人、ね、密寄りの糸はそう簡単には切れないと聖書に書いてありますけども、パウロ、シラス、そしてテモテ、三人スクラム組んでタッグを組んで協力してこの伝道旅行行きたいと思いました。まあ、なぜ選んだのか。テモテにはいくつもの強みがありました。まず信者であるユダヤ人の女性の子でした。テモテのおばあちゃんはロイスと言います。お母さんはユニケ、ユダヤ人です。お母さんはユダヤ人。しかも信者であるユダヤ人のお母さんでした。お母さん信仰があった。おばあちゃんも信仰があった。もう代々信仰が受け継がれています。
ですから生まれた頃からですね、いや生まれる前から母の体内で賛美を聞いていました。生まれた時から御言葉に触れてました。祈りの中で育ったんですね。だから自然と神様を信じました。このね、あの2世3世のクリスチャンっていうのがいるんですけども、自然とイエス様を信じますね。親と一緒に来てね、いつ信じたのかよくわからないけど、そういう信仰っていうのは大概ですね、こうぶれないんですね。もう神様いて当たり前、そういう確かな信仰が生まれます。でテモテはそうだったでしょ。もう生まれた時から信仰を持ってて、もうぶれない確かな信仰を持っていた。これがテモテの強み。そしてもう一つはね、言葉の能力です。まあ、賜物と言ってもいいかもしれませんけども、パウロの伝道方法はまず、ユダヤ人の街道シナゴーグに行ってユダヤの方々に福音を伝えます。その時にヘブル語で語りますね、ユダヤ人が分かる言葉で。ただ伝道においてユダヤ人と会話できるということがまず、一つのこの下最低条件といいますか。テモテは信仰もあるし、お母さんがユダヤ人なんですね。ユダヤ人の人たちと会話できました。ヘブル語が話したと思います、ね、ユダヤ人の文化の中で育って生活様式を身につけて律法もよく知っていました。だからユダヤ人に伝道するにはもってこい。テモテの強みですよ。で、パウロの伝道方法はまずユダヤ人に伝道します。その次に異邦人に伝道していきます。でこの当時の世界の共通語はギリシャ語です。今は英語なんですね。ですから英語ができると世界中で宣教できますけども、この当時はギリシャ語が世界の共通語、ギリシャ語が話せれば世界どこに行っても会話ができた、福音を伝えることができた。なんとテモテはお父さんがギリシャ人だった。これ強みなんですね。生まれた時からヘブル語とギリシャ語を聞きながら育ったから、ギリシャの文化もよく知っている、異邦人の感覚がよくわかるんですね。言葉もね、もう本当にテモテの強み。いや、この青年はすごい。でもそれだけではね、まだ分かりませんよ。もう一つ、パウロはまだ本当にテモテと会って短期間です。その人の本質が見えてくるのはやっぱりある程度ね、長い間一緒にいるとその人の良いところ悪いところ見えてきますね。でパウロはね、まだあんまりこうテモテのことよく分かりませんよ。聞いてみたらね、非常に評判が良かった。リステラ教会でもね、リステラの町でも、お隣のイコニオ、お隣の町まで、お隣の教会までの間にも評判が良かった。これなかなかないですよ。自分のうちのね、教会だけじゃなくて、他の地域の教会にも、いや、あの人素晴らしい信仰者ですねと、評判が良かった。一緒に伝道旅行をする上において、ね、この人格っていうのは非常に大切です。一緒にチーム組んでいくのにね、ちょっと人格に欠けたとこがあって、いつも喧嘩ばっかりしていたらですね、宣教する前にですね、3人の間でね、でパウロとシラスとテモテの間でね、なんか揉め事があったらいけませんので、本当に人格の優れたこのテモテ、同労者として欠かせない条件が人格ですね。テモテは強みがありました。信仰的にも良かった、能力的にも優れてて、人格的にも優れてて、で道路者にふさわしいと判断して伝道旅行に連れていくことにしました。けれどもね、一つクリアしないといけない課題がありました。割礼を受けさせたとあります。割礼を受けていませんでした。ユダヤ人のお母さんを持ってユダヤ人の子として生まれましたけども、割礼を受けていませんでした。私たちにとってね、割礼受ける受けない、全くそんなのどうでもいいと思いますけども、当時も今も違います。今も違いますよ。このユダヤ人クリスチャンというのはね、クリスチャンになってたとしても、ユダヤ教の文化の中で生まれた時から律法にどっぷり使って生きています。ですから割礼を受けていない。律法には、ね、生まれてから8日目に割礼を受けるように、そうしてこそ初めて神の民とされる、アブラハムの子孫とされるということで、割礼を受けてないことは少し問題でした。
違法人クリスチャン、パウロにとってはどうってことない。でもユダヤ人クリスチャンにとっては非常に大きなちょっと引っかかるところなんですね。え、割礼受けてないのに本当の信仰者かなと口には出さないけども心の中で思っている人がたくさんいたと思います。でもしパウロが割礼を受けさせないまま連れて行ったら、あのパウロ先生もなんだかんだ言って信仰がどこかおかしくないかなと思われても仕方ない。そしたらイコニウム教、ね、リストラ教から気持ちよく送り出せないじゃないですか、ね、サポートを受けられなくなりますよね。で関係が悪くなる。もしくはリストラ教会の中で何か問題が起こってくる。割礼を受けてないテモテが宣教旅行に行った、どういうことだと揉めるかもしれないということで、パウロは割礼を施しました。もちろんパウロはね、割礼を受けなくても救われるという信仰を持ってました。別に受けなくていいんですよ。それ正論で、確かにそれ正論ですね。でも、いや、割礼受けなくていい。もう救われてるから。その聖霊を振りかざして、その通りに強引にテモテを連れて行ったら、今後の伝道に大きな支障をもたらしたことはまあ間違いありません。で、御言葉にこうありますね。あ、映らない。ちょっと待ってくださいね。伝道者の書を開くんです。あ、これで映るかな。はい。伝道者の書。これ旧約聖書、伝道者の書ってあるんですけど、7章16節。まあ、一度、一緒に朗読しましょうかね。3。はい。あなたは正しすぎてはならない。自分を知恵ありすぎるものとしてはならない。なぜあなたは自分を滅ぼそうとするのか。あなたは悪すぎてはいけない。愚かであってはいけない。時が来ないのになぜ死のうとするのか。一つをつかみもう一つを手放さないのがよい。神を恐れる者はこの両方を持って出ていく。まあ、正しすぎてはいけない、悪すぎてはいけない、その結果自分が滅びるから、まあ、神を恐れる知恵ある者はこの両方を持って出ていく、まあ、得得しているということですね。悪すぎてはいけない、これ当然ですよね。悪すぎたら自分を滅ぼすのは当然だから何の説明もいらないと思いますけど、こう書いてあるんですよ。正しすぎてはいけない、あなたは正しすぎてはならない、なぜか結果それが自分を滅ぼすから。パウロは正しさをそのまま強引にですね進めることができました。でもパウロは慎みを持って自分の新しい主張をせずにですね、まあ、ユダヤ人に合わせて割礼を受けさせました。大事なことは割礼を受けるか受けないかではなくて、受けてもいいんですね、別にイエス様を信じて救われることです。時に私たちは自分の正しい考えに凝り固まってそれを貫きそうとして人間関係をおかしくしてしまうことがある。大事なことは一つだけ。イエス様を信じていくことですね。まあ、またこうもありますよ。第一コリント9章20節。一緒に朗読しましょうか。3。はい。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を獲得するためです。律法のもとにある人たちには、私自身は律法のもとにはいませんが、律法のもとにあるもののようになりました。律法のもとにある人たちを獲得するためです。アーメン。これがパウロの伝道の、まあ、心得ですね。これパウロが書いた手紙です。ユダヤ人にはユダヤ人のようになった。ユダヤ人に合わせたんですね。それはユダヤ人を獲得するため。私たちは律法のもとにはないから別に割礼を受けなくていいんですよ。でもユダヤ人のことを配慮して、ユダヤ人クリスチャンのことを配慮して、彼らが心を開くために律法のもとにあるように、律法の教えになるように、まあ、テモテに割礼を施した。それはテモテを救うためではないんですね。律法のもとにあるユダヤ人たちを獲得するため。
パウロがテモテに割礼を施したのは、これは救いの条件ではありません。伝道戦略の一つとして割礼を施していきました。もちろんギリシャ人にはギリシャ人のようになり、弱い人には弱い人のようになって、柔軟な心で相手の立場に立ってパウロは福音を伝えていった、まあ、そのことを覚えたいと思います。まあ、こうしてテモテに割礼を施して、パウロ、シマス、シラス、テモテの3人がスクラムを組んで伝道旅行に出かけていきました。パウロ一人だけではなかった。もちろん他にもね、多くの道路者が集まってきました。全部は記録されていません。ところどころ名前が出てくる。で、実はテモテも何度も名前が出てきます。さーっと読んでるとね、テモテが言ったことを忘れてしまいますけども、でパウロはですね、まあ、13ぐらいの書簡をね、テサロニケとかコリントとかテモテとかね、まあ、いろんなところに手紙書いてますけども、5冊6冊の中にテモテの名前が出てきます。道路者として一緒に手紙を書き送ってます。テモテはね、非常にパウロの助けとなりました。で、第2回伝道旅行に先ほど言いましたけど出かけていきましたね。でそれで別れたんじゃないんです。ほぼ生涯道路者としてテモテはパウロを助けていきます。第3回伝道旅行も出ていきます。スーッと呼んでるとテモテの名前ポッと飛ばしちゃうけども、テモテ第3回で伝道旅行も一緒にいます。で先週はね、第3回伝道旅行を見てきました。私があんまり第1回とか第2回とか第3回って言いますね、何を言ってるのか分からないかもしれませんけど、先週ね、第3回伝道旅行を見てきたんですよ。そこでエペソの教会のリバイバルについてお話ししたことを覚えてますかね。私も時々自分でメッセージしたことね、先週何話してたか忘れちゃうんですけども、先週はね、エペソの教会のことをメッセージしました。第3回伝道旅行、ややこしいですね。さっきは第2回伝道旅行の時にテモテと出会って割礼を施して一緒に第2回伝道旅行に出かけた。そしてアンティオキア教会に帰って、またパウロとテモテは一緒に第3回伝道旅行に出かけています。ずっと一緒にいるんですね。どんどん道路者が集まってきます。これ先週見た絵ですよ。ここにパウロが立ってますね。ストライプの紫とブルー、この周りにいるのはパウロの道路者でしょう。弟子たち、この仲間がたくさんいました。ここ見ましたよね、エペソの教会ね。本当にリバイバルが起こりました。で魔術を行っていた者たちが多数、ね、もう悔い改めて魔術の書物を全部焼き捨てた。全部で銀貨合計5万タラントと、あ、5万タラントだったかな。でその後パウロはね、次はローマに行きたいと言います。でそこで弟子たちを少しずつ分けていきます。で19章22節、こう書いてあるんですね。これエペソでのことですよ。エペソの町のことで伝道旅行中ですね。そこで自分に仕えている者たちのうちの2人、パウロに仕えている者が2人だけじゃないですよ、仕えている者たちがたくさんいて、道路者がその中の2人こう出てきます。テモテとエラストをマケドニアに使わしていった。ずっと第2回第3回伝道旅行に行って、エペソの町でも実はテモテは一緒に伝道してた。でこの後マケドニア、ヨーロッパに使わしていきます。でしばらくパウロはアジアにとどまっている。パウロはね、一人だけの力で宣教を続けたのではありません。多くの道路者がいた。だから私たちもそうですよ。一人だけ力強く信仰生活を続けることはできない。やっぱりですね、こう集まって、ね、共に祈り合い助けていくときに本当に、ね、力強い信仰生活を送ることができます。そして今日のポイントの2番目、まあ、愛する子テモテの存在、テモテの弱みがパウロを強めた。先ほどはテモテを道路者としてメッセージしました。そのテモテの強みがパウロを助けましたね。でも今度は少し視点を変えていきますね。テモテも弱さがありました。でもこのテモテの弱みがパウロを強めていきます。
第二テモテ一章一節、ね、テモテの手紙第二一章一節、これテモテ個人に当てた手紙です。パウロはね、テモテ個人に当ててるんですよ、手紙を。パウロとテモテは第二回伝道旅行、第三回伝道旅行、そしておそらくローマへも一緒に旅をしたと思います。何年もかけてパウロはテモテを養育してきました。まあ、その間いろいろあったと思います。もう我が子のように育てたんですね。何年も何年もかけて、第2回第3回伝道旅行だけでも短い期間じゃありませんよ。何年もかかった。ずっとこうね、養育してきたんですね。訓練してきた、一緒に祈ってきた。だからもう我が子同然で、このテモテですけども、最終的には先ほどエペソの教会の話しましたけど、エペソ教会の主任牧師として安置を受けて任命されていきます。そのところは今日見ていきませんけども、ね、実はこのテモテ、このエペソの教会の牧師としてパウロにエペソ教会を任されます。お話ししました、エペソは一大リバイバルが起こった町です。多くの人が救われてきました。その教会はですね、任されたんですよ、テモテは。非常に荷が重かったと思います。パウロ先生が開拓してリバイバルした教会の主任牧師として赴任した。いや、どれほどプレッシャーがあったことでしょうかね。もともとテモテはね、もう第三世代のクリスチャンと言ってもいいですよ。パウロは第一世代、劇的な改心をして救われたんですね。もう旧礼の思いに燃えてますよ、第一世代ね。テモテ第三世代ですよ。まあ、分からないけども、パウロと比べたらそれほど情熱的ではなかったと思います。もちろん確かな信仰、揺るぎない信仰あるけども、でテモテはちょっと臆病で小心者だったと言われています。エペソ教会を任された、ものすごいプレッシャーです。人がたくさん集まれば集まるほど、罪人の集まりですからね、いろんな人間関係の問題が出てくる。伝道へのプレッシャー、いやー、パウロ先生と比べてテモテ先生はあんまり伝道がうまくできない、教会形成していかなきゃいけない、プレッシャーですよ。いろんな人間関係、またね、地域にたくさん教会がありまして、ね、教会と教会との関係、牧師と牧師との関係。第一、第二テモテを見ますと、テモテはね、胃を壊していたと書いてあるんですよ。胃が悪くなってた。本当にいろんなプレッシャーで精神的に参って胃を壊してるから、パウロが時々はね、水ばっかり飲まないでブドウ酒飲んで胃を癒しなさい、休憩しなさいと勧めていますね。多くの悩みを抱えていた、まあ、そのようなテモテに宛てた手紙が、テモテの手紙第一、第二、これ牧会書簡と言われています。要は牧師となったテモテに牧会の知恵を教えるために書かれた、まあ、テモテの手紙第一、第二ですね。今日一節、一章一節から二節、最初に読んでみましょうか。3、はい、神の御心により、またキリストイエスにある命の約束に従って、キリストイエスの使徒となったパウロから、愛する子テモテへ、父なる神と私たちの主キリストイエスから恵みと憐れみと平安がありますように。ここではパウロはテモテを愛する子と呼んでます。愛する子、私の愛する子テモテ。実際パウロは生涯独身でしたから、自分の子はいませんでした。ですからここで愛する子というのは、信仰による我が子、愛する子、霊的に愛する子という意味で愛する子と呼んでいます。もう同路者以上の存在でした。長い年月をかけて苦労してテモテを育てたからでしょう、養育したから。こういう言葉が日本にはあります。女は弱し、されど母は強し。女性は母親になると子供を守るために強さを発揮するようになります。
う少し幅を広げると、大切な存在ができて、その大切な存在を愛していくときに、人は本当に強く生きていくことができる。そういう言葉です。なぜパウロはあんなにも強かったのか。愛する子がいたからですよ。愛する者がいた。なぜイエス様はあんなに強いのか。なぜイエス様はあんなに強かったんですか。私たちを愛しているからです。パウロの強さというのはこのね、テモテの弱さから生まれてきていました。愛する我が子がエペソ教会で困ってないか、大丈夫か、祈らずにはいられません。続けてパウロのテモテの手紙を読んでいきましょうかね。3節4節3、私は夜昼祈りの中であなたのことを絶えず思い起こし、先祖がしてきたように私も清い良心を持って仕えている神に感謝しています。私はあなたの涙を覚えているので、あなたに会って喜びに満たされたいと切望しています。アーメン。牧会者エペソ教会の主任牧師ペテロは人知れず泣いていた、涙を流していた。牧会者でありましたけども、苦しみ、悩み、傷つき、涙を流していた。霊的な親であるパウロはもういたたまれませんね。祈らずにはいられない、何かせずにはいられない。この時パウロは獄中にいましたけども、愛する我が子のために手紙を書いてきました。そしてその涙が、悲しみが喜びに変わるように切に祈り続けた。これがパウロの強さです。ここから強さが生まれてくる。また続いていきましょうか。3、はい、私はあなたのうちにある偽りのない信仰を思い起こしています。その信仰は最初あなたの祖母ロイスと母ユニケのうちに宿ったもので、それがあなたのうちにも宿っていると私は確信しています。そういうわけで私はあなたに思い起こしてほしいのです。私の安守によってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。アーメン。パウロが選んだテモテも何か信仰をですね、ちょっと失いそうな、危機的な、それほど落ち込んでいたというか、まあ、プレッシャーを感じていた。まあ沈んでいましたね。あなたのうちには偽りのない信仰、確かな信仰を持ってます。あなたは、それは祖母おばあちゃんのロイスからお母さんにユニケのうちに宿ったもので、信仰をね、確かに継承していましたね。まだそれがあなたのうちにも宿っていると私は確信しています。信仰を失わないように、いろんな問題あるけど神様いて生きてるから大丈夫。そういうわけで私はあなたに思い起こしてほしいのです。私の安守によって、おそらく牧師安守でしょう、あなたのうちに与えられた神の賜物を、安守を受けたときに何が神の賜物を受け取った、それは監督の賜物かもしれない、何か祈りの賜物かもしれませんけど、それを再び燃え立たせてください。テモテはね、もう情熱失っていました。いやー、もうね、伝道してもね、あまりうまくいかないし、エペソの町は難しい、いろんな問題起こってくるし、もう疲れた、もう胃も痛いし、ね、もうやめようか。そうじゃなくて、再び燃え立たせてくださいと、まあ霊的な親の心を持って、ね、愛する我が子にテモテに手紙を送っています。続けて7節8節読みましょうかね。3、はい、神は私たちに臆病の霊ではなく力と愛と慎みの霊を与えてくださいました。ですからあなたは私たちの死を明かしすることや
私が主の囚人であることを恥じてはいけません。むしろ神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてください。アーメン。テモテは臆病で小心者でした。そういうところがありました。神様は私たちに臆病の霊を与えたのではありません。聖霊なる神様、聖霊なる神様は力の霊ですと。ギリシャ語ではデュミラスですよね。ダイナマイトのような伝道の力を与えてくれる。聖霊様は愛の霊です。聖霊様の愛は全き愛、全き愛は恐れを締め出します。また聖霊様は慎みの霊です。その霊を受け取ったのですよと。慎みの霊、聖霊様は力であり、また神の愛をお持ちであり、慎みを持っておられるお方が聖霊様。だから聖霊様は紳士です。慎み深いんです。ずっと自己主張ばっかしてないですね。だから聖霊に満たされるとは、伝道の力に満たされる、それだけではないですよ。何か賜物をね、発揮するだけではない。神と人間の関係において良い関係へとなっていきます。あなたは慎み深い霊が与えられた。自己主張せず、周りの人の意見をよく聞いて理解し受け入れていきなさい。そうすれば全ての人と良い関係を持つことができます。あなたはその霊を受け取ったのだから大丈夫ですと、愛する若子を励ましていきますね。テモテを、私がね、あなたは私たちの主を明かしすることを恥じてはいけません。明かしする、伝道することを恥じるなと。伝道がうまくいかなくたっていいじゃないか。恥ずかしいと思わなくていい。胃が悪いからって恥ずかしく思わなくていいよ。教会形成失敗したからって、うまくいかなかったからってね、恥ずかしく思うことない。私が主の囚人である子供を恥じなくていい。もう年老いたパウロは囚人として捉えられている。若い自分は今自由だ、恥じなくていい。人にはそれぞれ賜物があり、召しがある。いや、あのパウロ先生が捕らえられた。やっぱり神様よりも悪魔が強いのか。周りの人はそう言ったかもしれない。なんだかんだ言って、イエス様って言ってるけど、牢獄に閉じ込められてるじゃないか。恥じなくていい。私は神と共にいて、神は勝利者です。私がどんな状況に置かれても、神は私と共にいて、私を勝利者としてくださっているから恥じなくていいですよ。いや、むしろ神の力に満たされて、愛に満たされて、慎みの霊によって福音のために、これからも私と共に苦しみを共にしてくださいと、まあ、このようにずっと続いてきますけども、パウロは獄中にあって、自分がその苦しみから解放されることよりも、我が子テモテ、愛する我が子テモテのことを思ってました。そしてそこで取りなし祈り、手紙を書いて励まし続けました。それがパウロが強く生きれた秘訣です。人というものはですね、自分の苦しみばかり見つめていると、もう悩みとか恐れに支配されて弱っていきますよ。ですから自分の苦しみだけではなくてね、周りの弱っている人たちに、祈りを必要としている人たち、助けを必要としている人たちに目を向けていきたいと思います。その時初めて人は強く生きていくことができるようになります。イエス様も十字架の苦しみ置かれましたけども、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのですと、弱く恐れおののき、罪の中にいる者のために祈りました。私たちの周りにも愛する我が子テモテが置かれています。それは失敗を恐れて、
臆病になっている人かもしれません。また信仰を失いかけている人かもしれません。また人間関係や健康問題に悩んでいる人かもしれません。またはクリスチャンとしてもっと成長したいと願っている人かもしれません。まあ、そのことを覚えて短く取りなしのお祈りをしていきたいと思います。祈ります。愛する天の父なる神様、私たちにはそれぞれ苦労があり、重荷があり、傷があり、痛みがありますけれども、時にはそこから少し目を離して自分の周りに置かれている愛する者、助けを必要としている者、祈りを必要としている者に目を向けることができます。そして私たちは取りなしの祈りを捧げていきます。どうぞ私たちが本当にこの弱さの中にではなくて、主をあなたが与えてくださる強さの中に、また前向きに生きていくことができますように、今日もまた御言葉と祈りと聖霊に満たしてくださいますようにお願いいたします。今週1週間も私たちの救い主、主イエス様が共に歩んでくださることを信じ感謝し、このお祈りをイエス様のお名前によって天のお父様にお捧げいたします。アーメン。それでは救い主の愛と賛美しながら献金の時に入っていきたいと思います。磯井さん、献金の方よろしくお願いします。救い主の愛と流しませる血と、生ける限り我は重ね重ね歌は、イエスは我の咎を洗い去りた、雪のごとく白く鳴らせたもの、君の血潮こそは人を全く救い、いざの者の手より守る力なれや、イエスは我の咎を洗い去りた、雪のごとく白く鳴らせたも。お祈りします。ハレルヤ、天の父なる神様、今日もあなた様の御言葉を与えてくださいました。ありがとうございます。そして先週1週間必要なものを与えてくださり、そして健康を守ってくださいましたこと、ありがとうございます。今日はあなた様の、あなた様の信仰、偽りのない信仰を学ぶことができました。主よ、あなたへの信仰、本当に、偽りのないものと、どうぞ強く強くしてくださいますように。そして正しいことがだけがいいことではない、悪いこともいいことではないと、あなた様が教えてくださいました。偏ることがないように、すべてあなたのように広い目で、見て、歩んでいくことができますように。そして信仰、福音は苦しみを伴うものだとパウロも言われました。主よ、どうぞそういう時もあなたがいつも助けてくださいますように、そしてあなたの御言葉の上に固く立つことができますように、どうぞ守ってください。尊いイエスキリストの名を通してお願いいたします。アーメン。お祈りを感謝します。それでは皆さんお立ち上げください。主を賛美していきましょう。
お祈りをします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。今週1週間も主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりとが私たち一同と共にあることをここに宣言します。アーメン。イエス様に感謝の拍手を捧げします。はい、感謝します。